6kg くらい痩せてた。あ、太ったの？太ったんじゃないまあよ、いいか、はいはい、今ダイエットでへったくな話してたんだ、うん、で、ダイエットしたことありましたかって、お前増えてんじゃねえかよ。そう、増えちゃった増えちゃったじゃねえって言うんだ、だからはい、他痩せたっていう人はい、はい、あなた何キロぐらい痩せました？60キロあったんです。本当にビールばっかり飲んでて、うん、その時に食べるし、よく食べるし、カレー皿に4杯ぐらい食べて、カレー嘘つけよお前。本当にすごく食べるんですよ。切れんじゃんじゃねえんだよ。今ちょうどいいじゃないか。けどお前そういうのって昔こんだけ太ってたっつって、今ちょっと痩せてるから、それでわ痩せてるとかって言われたら誰もいいんだよ。けど顔の肉がちょっと残って大きいんです、顔。本当だ。いや、そう気にしてるのに。でも60から今何キロ？今44です。はあ、16キロ。どれぐらいの期間でそんだけ痩せたんですか？1年ぐらいかな。1年ぐらい。ごめん、なんか今ビッグ、ちょっと今変な我らの中で質問が、トリコさんからですね、質問を受けたんですが、私は答えられなかったんですよ。何ハンナちゃんは男の人？ぽいよね、ぽいよね。そうなの？そうなの？お前そうじゃないの？言っちゃえとか言ってんすが。え？言ってしまえ。いやー、嘘、くにこさんとだけどお会いしたことあるんです、私ちっちゃい時に。お前おかまなの？おかま？ちっちゃい時に。おいおい、なんかどんどん来るよ。クリコさんと、あのちっちゃい時、男の子の時、聖子ちゃんのモノマネして、今はもう立派に女の子になったんですけど。あ、男なの？男なのか。私知ってると思ってた。よく分かったね。私の前で着替えてたから。でもね、楽屋でね、さっきみんな絶対男だよとかみんなで言ったところだね。でももう女だよ。女だ、俺絶対女だと思ってた。そうですか。綺麗な女だよ。すごい女。あっそう、お前よ、男だろ。言わないでって言われてたんですよ、ヒロミさん。ごめんごめん、余計なこと言った。いや違うんです。いやしょうがないよ、事実なんだからな。これで行きやすくなりました。そうだね、どこでバレるかと思って。男男3人だった。おっぱい、おっぱい入れてんの？おっぱい大きいですよ。下は？下は？下ない。名前なんつんだ、本当の名前。え？本当の名前なんつんだ。ケンちゃん。誰も分かんなかった。誰も分かんねえよ。だけどもうちっちゃいだけで。思い出した。そうです。あ、そう。はい。でもそうかなって思って。思ってた。思ってた。だから聞けないと思ってた。俺なんかね、化粧はね、なんか濃いかなって気はしたんだけど。これ全然気づかなかった。気づかないよ。でも、もう綺麗綺麗。でも悪いけど。結構可愛いよ。俺も俺も結構悪いけど、俺もなんか可愛い。可愛い。思ってた自分がなんで大阪なの、なんでこっち一人で来てんのかなと思って。でも可愛いよ。よかったね、何言われよかった。後藤悪いけど、後藤より可愛いよ。ごめんね、後藤ちゃん。お前らでも喋りが焦るで、やっぱちょっとおかしいな。本当そうですかね、声がね。声が。でもちょっと聞いただけで絶対わかる。絶対わかる。あとこの番組夜中だから、ちょっとひげ出てきてるかもしれない。もう大丈夫大丈夫大丈夫。なんかもしかして普通の女の子だよね。もう女の子のこと。そう。いやだけど話題が全然変わってきたもん。なんか質問が熱い。次はそうそう変わらないんですけども、外見カメレオンの究極といえば整形ということです。まずこの女性の顔をよく覚えてください。これを覚えてって、覚えていいですか？変わりますからね。はい、こうなります。
なんかね、どれだかわかんない。これを当てる。ええ、なに？はい、みんな書いてください。書いてください。そうだ。書けばいいんだ。答え自体まずいんだ。はい、書け。今書け。C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 。はい。もう今書けない。まあ、どうかな。いや、いいよ。いいよ。はい。大丈夫だよ。B が2人、あと D が多いね。A が3人。C が2人、はい、あと D、うん、僕は C だと思うんですけど、うん、皆さん C だよ。ほら、私は D。 D、言うわ。私はね、最初の顔忘れちゃった。自分が覚えててくださいよ。あれだけ言ったらいいのに。お前、司会だろ。すいません。司会だよ。すいません。なんで分かるの。私も、じゃあ、B。誰か当たるだろう。さあ、それじゃあですね、正解はこちらです。どん。全然違うぜ。ほら、シーザー。ほら、シーザー。シーザー。シーザー。こんなこと、こんなこと一番いい女になるんだって。私はね、整形したいんです。どこ？どこ？耳をね、こっちに向けたい。なんで？タンポじゃないんだから。あ、こういう耳ね。それ、その人一人知ってるけどね。ああいうのがいいんだ。あ、そう。イオちゃんみたいな。すごいよ。イオちゃんほんの小声で話しても、なんか言ったって。その感じ、後ろで何言っても聞こえないけどね。跳ね返っちゃうんだね。そんなわけねえだろ。整形したい理由の様々。あ、そのですね、確信に触れる VTR です。どうぞ。女はなぜ下の？え？下？エッチ？うん。お前らも聞いた後、やーって言うなよ。でも可愛い。はい、じゃあみんな整形はしたいですか？この中整形したいっていう人。鼻の穴がね、小さくてね、指突っ込めない。鼻ちっちゃいんだ、穴が。そう、鼻を広げたいの。じゃあ、じゃあ鼻を広げたいの、ね。うん、あとは、はい、あなたは。私もこっから変えたい。全部骨格も変えたい。なんで？可愛いよ。いやだ、顔も丸いし。いいじゃん。やだ。いいよ。逆さんみたいな。じゃあ変えちゃえばいいじゃん。じゃこっから誰に似てんの？できるの？できるよ。つなぐの？嘘。違うよ。メイクとおかんじゃないか。メイクとおかんじゃなくてな。メイクちゃんから全く違う人になろうと思ったらなれるよ。はい、質問聞きたくて、はい、自分の好きになった人が実は整形美人で前の人見ると超ドブスだったら、そんなの心冷めちゃうの。やっぱ男の人は。うまい質問だ。いや、俺は気にしないかもしれない。それはいい質問だよ。俺別にいいから。荒川ちゃん、ヒロミどうなの？俺別に、うん、嘘嘘嘘嘘嘘。お前ら俺の何知ってんだ。俺はテレビの俺と普段の俺は違うよ。なんだよ。お前も男カメレオンなんだよ。カメレオンじゃねえよ。なんだカメレオンじゃねえ。俺は仕事用だもんこれ。私ひろみ絶対家でストロベリートークとかしてるでしょ。してねえけど。俺は普段違うでしょ僕。でもおとなしい。おとなしいでしょ。こんな気強くないもん。普段。そうなんだよ。人の目見れないし、おどおどしてるし。本当だよ。俺は仕事用で、もう仕事以外でこのポケットに手突っ込むなんてことできないもの。本当だって。お前もうこうだ。え、俺もこうですよ。だからそうだよ。いつもなんか伏せ目がついてる。いや、そうだって。俺朝入ってくる時そうじゃん、いつも。ありがとうございます。目立たないよ、目立たない。いや、でもね、そういうの多いんだよ、ちょっと、いろんなところにちょっと小刻み。質問の内容だから、整形した彼女を許せるか。あ、許せる、だから許せるっつうの俺は。え、ジョーさんスでも。え、うん、まあいいんじゃない。ジョーさん、いや、だから俺は許せない。許せないっていうか、その過程で俺ぐらいのクラスになると見分けられるから。そこなんだよ、俺は言いたいの。なんかカチンとくんだよ、そのクラスだよ。でもじゃあさね、春菜と付き合って、どのクラスか、春菜と付き合って分かんないわけじゃん。そうね、分かんないでしょ。それでなんかなっちゃって、ほんで今みたいに実は男なのってこれどうする。昔の写真見た時に学生服とか着てたら、え、昔の写真でね、学生服着てるとこなんか見られたら嫌だし、なんかさ、つまりよ、つまりよ、そう、いや、違うぞ。これどうなんですかね。俺はね、ちょっと待ってと。 OK じゃん。でも春菜のこと好きになっちゃったのよ。好きになっちゃった。好きになっちゃって、
でも今あって今が好きなんだからしょうがない。どうなんだろうな。そうだよ。それで、ね、なちゃんとトゥゲザーできるわけだからいいんだよ。久しぶりなんだよ。久しぶりなんだよ。懐かしいな。どうなのかな。そういうのって今まであった。恋愛して？言うの？喋んの？最初は騙してて、もうそろそろ言わないとかわいそうな時ってあるんですよ。本当に私のことまで真剣に考えてくれた時に。ごめんなさいって騙したつもりじゃないけど、うん、でそうすると音がどうする低いやっぱり、うん、もうびっくりして、と書いてもうなんか戸惑って、なんか向こうがなんかおどおどして女っぽくだんだんこんな感じで、そうごめんねってそんな意味じゃなかったのにってだけどもそれで別れちゃうけど、いいっていいって、そうよ、それでもいいって今は進行形なの今はもう違いますけどねなんだかわけわかんない盛り上がりでしたね結局カメレオンはいいのか悪いのかあ、そっかそうなんだよカメレオン女はいいよいいと思う人いいと思う人はーいみんないいんだなおい、だから お前自体がカメレオンだしな巷にあふれるカメレオン女時と場所その状況に合わせて巧みにそしてしたたかに美しい女のベールをまとうそれはもしかすると男にとっては最高にいい女なのかもしれない。さあそれではゲームちゃんのコーナーです。はい、今日もこのコーナーを担当するレイマキです。よろしくお願いします。またお前かよ。コウジさんお願いします。はい、よろしくお願いします。コウジさんもあれですね、なんかちょっとこのトーンでくるとちょっと抜けるでしょ。頑張ってんですよ。もうあの一方ですごくね二次元もの、あの三次元に対して二次元ものの格闘ゲームもね、あのすごくあのシェアがあるっていうかね、ちょっとその辺をあの2つ比べながら説明してみたいと思います、はい。二次元ものとしてはね、あのスト2シリーズとか、あとこのスト02なんかっていうのが未だにすごく根強い人気がありまして、はい、これは平面に描かれたアニメっぽいキャラクターを動かすんで、はい、ゲームとしてもこうなんていうかな、アニメ的なこう激しいねデフォルメされたこの、あの技のやり取りがポイントなんですね。で三次元ものとしてはさっきおっしゃった鉄拳とか、はい、あとバーチャファイターシリーズなんかが知られてるんですけれども、はい、あのスト2とかさっきのスト0で知られてるカプコンからもあの三次元ものが出てきました。こういうふうに三次元で作られたこの現実と同じような空間の中で立体の体を持つキャラクターがこう戦うっていうね、こういうところであのアングルがですねこう、はい、カメラアングルが変わっていったりとかですね、あとこうやって後ろに相手の後ろに回り込むみたいなですね、三次元空間ならではの立体ならではのこの表現、非常にリアルな表現がこの手のゲームのポイントだから、あのリアルなね本当にこう格闘を自分で楽しみたいみたいな、そういうことを思える方は三次元ものがいいと思いますし、あとまあデフォルメされたアニメっぽいですね、なんかそういうゲーム楽しみたい方はこうスト2シリーズみたいな二次元ものから試してみると、でも難しそうですよね。昔は見えるでしょ。だけどね、はい、あの結構ああいうゲームってね、はい、あの適当にガチャ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 やってたら勝てちゃったりするんですよ。そうですよ ね、ゲームセンターとかでも。そうそう、だからぜひね、はい、一度なんか経営しないでやっていただくとですね、はい、新しい。あなたゲーム好きなんですか。はい、好きです。あ、そうですか。はい、どうもありがとうございました、はい、以上ゲームちゃんのコーナーでした。はい、今じゃ英会話にも行けないわ。そんなあなたにつながります。画面の向こうに講師が待機。お茶の間留学ノバネット、ノバのマルチメディアです。助けて、任せてちょうよ。今カローラツーリングワゴンにどこでも更衣室がついてくるのだ。どうだ、さあ今だ、お逃げなさい。ありがとう。カローラツーリングワゴン絶好調。はい、ちょっと待って。どうぞ。あ、噛んじゃダメ。チャンネル争いが激化する。パーフェクト TV、 お求めはお近くの電気店へ。苦味を抑えて飲みやすい。Very good. クリーミーな泡、カロリー控えめ。 Are you ready? アサヒ First Lady。 あとネイチャー効果。最近気になる人がいるんです。彼ね、バッチリ完璧、絶好調っすよ。素敵。自然に増毛、あなたが変わる。フッサフッサ、ア
と寝ちゃう。新しい PHS が NTT パーソナルからまたまた登場。新しいの欲しいな。私これちっちゃいの。これこの人。違うだろう。いつでもどこでもこれ一台。NTT パーソナル。新婚当時は角瓶を買う余裕がなくて、角瓶に昇格したのがいつだったか。今私たち夫婦の歴史を思い出しています。いい話だな。今角瓶とグッズプレゼントいいでしょう。というわけで今日はですね、まあ、春菜を見分けられなかったのでですね、ショックでショックで、もう、カメレオン女本当にね、クリコさんがね、ポロッポロッって言い出して、あ、そう、わかんないっすよ。わかんないよね。先週もだから優勝だよ。え、先週もね、内緒で、もう全然知らない。ユーカーって VTR 見ながら、いいのかこれで。今日のでも議題になんだかびったりあった、うん、もう上半期の優勝は優勝春菜だな。春菜だな。第2位はゲロ女お前だよ。というわけでひどいあだ名だ。こんな番組いかがでしょうか。いやーにぎやかでいいですね。で若いっていうのはいいですね。素晴らしいね。ピチピチしたっていう言葉がぴったりでしたね。これね、非常にパンチがある感じ、パンチがある感じ、このパンチ自体がね、もうね、古いです。まとまりがないという猛烈でしたね。猛烈、いいね。じゃあもうこの辺でドローンさせていただきます。